大阪さだき大阪さだきよから1896年4月27日は、幕末の薩摩藩士、明治の官僚、政治家、元老院議官、貴族院議員、死者区、薩摩国鹿児島城下平野町に、薩摩藩士、山内立美紀の4、男として生まれ、大阪さだ国の養子となる、万元年から京都警備に従事、戊辰戦争では、 二番遊撃隊隊長、そして東山道先方総督本営付として従軍した。明治に入り、薩摩藩の反省改革に賛成、県大参事として取り組む。明治五年に陸軍少佐に任官し、中佐まで進み、第一経営部司令官に就任。1874年1月に静岡県令に転じ、以後、文官として歩んだ。 1883年12月、警視総監に就任し、1885年12月、元老院議官を兼務した。1886年4月、初代の沖縄県知事となる。1887年4月に沖縄県知事を退任し、元老院議官に再任された。同年5月24日、母親戦争の行により、死者を除釈した。 1890年7月、貴族院死者区議員に選出され死去するまで在任した。1890年10月20日、近景官志向となる。1892年11月、鹿児島県知事に就任し、1894年1月に退任した。同年2月1日に、再び近景官志向に任ぜられる。ありがとうございます。